マーリンはアメリカ海軍の潜水艦。マッケラル級潜水艦の2番艦。艦名はマカジキカの総称にちなんで命名された。マカジキ、西黒カジキマーリンは1940年5月23日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1941年1月29日にジェーンデ d ウェインライト夫人によって命名、浸水し、 1941年8月1日に艦長ジョージ・エイ・シャープ少佐の指揮下収益する。収益後は大西洋艦隊に所属して半年間をコネチカット州ニューロンドンで過ごし5月21日にメイン州のカスコアンに向けて出港する。翌日到着したマーリンは第27.1任務部隊に加わり護衛艦,艦艇の対潜水艦船訓練を行う。 4月18日にニューロンドンに帰還し、その後は1942年までロングアイランド湾で作戦活動に従事する。マーリンは1943年1月7日にカスコ湾に到着し、1月16日まで第27.1任務部隊の訓練任務に従事する。その後2年半にわたってニューロンドン及びポーツマスで訓練、紹介任務に当たる。 1944年7月26日、護衛駆逐艦チャフィーとの訓練中にマーリンは SC-642 と衝突、損傷した。9月にマーリンはチェトコと共にポーツマスを出港し、9月10日にニューロンドンに到着した。10月20日、マーリンはスキップジャックと共にニューロンドンを出港し、コネチカット州ブリッジポートに向かい、その日のうちに到着した。 5日後にマサチューセッツ州ボストンに向かい10月31日に到着する。マーリンは11月9日にボストン海軍交渉で退役し1946年3月29日にメリーランド州ボルチモアのボストンメタル社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。